武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は昭和大学医学部の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、大問が4つで2科目で140分という形となっています。で、問題の構成についてですが、まあ、大問が年度によってですが4題から5題という形で、まあ、最近は4題が続いている形ですね。で、まあ回答形式は、まあ、回答だけ、答えればっていう記述式と、あとは、まあ、計算過程書いたりや、グラフだったり論述が出ることもあります。で、この論述に関しては割と長いのが出ることもあるので、まあ、余裕があれば、ここを受ける場合には、論述の対策もしておいた方がいいでしょう。で、問題の難易度に関しては標準問題、まあ、マーチレベル程度の難易度が中心ですが、ただ全ての問題トータルで見ると割と難しいのが出てくることもあるので、まあ、総計レベルまでやっておいた方がいいでしょう。で、分野に関してはかなり年度ごとに、なんというか強調してくるというか、出題率が、異なってくる形となっています。で、原子が出たこともあるので、まんべんなくどの範囲も全部やっておいた方がいいでしょう。で、力学は基本的にやはり必須、で、電磁気の、出題率も高い、形なので、この2つには力を入れておいた方がいいと思いますが、ただしその、まあ、この2つを、優先的に強化するにしても残りの、分野に関しても、まあ、抜けがないようにはしておく、必要があるかとは思います。で、まあ、問題に対しての時間という意味で言うと、まあ、その論述や、まあ、グラフなどの、図ですね、の対策だけちゃんとできておければ、まあ、解き終わらないほどの量ではないかと思います。で、そういった部分の対策を、まあ、何でやればいいかちょっとわからないという場合には、まあ、過去問でやってもいいんですが、今だと、国公立標準問題集、キャンパスなど国立向けの、論述などの練習ができる参考書あるので、まあ、自信ない場合にはそちらを追加してやっておくといいかと思います。以上が物理の勉強となります。